で、だんまるくん、今私たちはこの浄厳院というお寺に来ているんだよ。いや、ここ本当にすごく広くて、なんかここにいるだけですごく歴史を感じるよね。で、ここ浄厳院のご住職にちょっと詳しいお話伺ってみようね。さあ、こちらのご住職の勝山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この浄厳院、すごく雰囲気のある、なんか歴史を感じるお寺ですね。これ何でも建った時に信長と関係があったと伺ったんですが、そうですね、もともとこのお寺は信長が建てたお寺なんです。信長が建てたお寺、はい、と言いますのは、もともとここは近江源氏ですね、佐々木六角氏というのは治めていたんですけれども、その佐々木氏が、まあ、一族で、当時戦乱の世の中ですので、いわゆる戦をやっていてもほとんどもう廃寺になりかけていたんですね。で、その時は天台宗のお寺で、佐々木氏頼という、ね、大名ですね、その方の母の菩提寺がここにあったんですけれども、それが信長が入ってきてもう完全にもう潰れかけていましたので、一挙に、作り替えたわけです。なるほど。で、その時の何か僧侶の方、そうですね、いらっしゃったそうですね。その時に、今の立東ですね、金生山という、ここは金生山と言いますけども、立東の方に、鷹狩りに行ったんですね。で、鷹狩りに行った時に、非常に僧侶、そこにね世話になった僧侶に、高徳の僧侶がいたんですけども、気に入りまして、とにかく安土に来なさいと、そこで私の言うこと聞かへんだら、もうその受領も取り上げてしまうぞということで、当時の信長ですね、権力を持っていましたので、弟子を連れてあうちに移り住みなさいということで、やや強引に、連れてきたわけです。そしてその時に、八幡、近江八幡ですね、今のね、多賀の広隆寺のね、弥勒堂ですね、本堂をここに移してきたわけです。もともとは天台宗の寺だったんですけども、その時にその立東のね、お寺、それが浄土宗でしたので、ね、応用明観上人というんですけども、その方を連れてきて、そして、浄土宗に作り変えてしまったんです。それからここにね、浄土宗と、このお寺は浄土宗ということになったんですね。そのね、お話の中でも出てきました、浄土宗に作り変えたというお話で、はい、その宗派の何か戦いというか、そういったものも信長がしたんですよね。そうですね、それが先ほど、ご紹介にあったその安土宗論ですね、いわゆる一般的には安土問答と言われておりますけれども、信長が城下町を開いた時に、いろいろなところで、辻説法が、行われていたんですけれども、その時にいわゆる法華宗ですね、法華宗の僧侶が問答を仕掛けてきたわけですね、浄土宗の僧侶に対して。そしてその時に、一回ね、問答をやろうやないかと、浄土宗もね、そういうふうに突っかけられたので、それでは、ちょっとやろうやないかということで、この安土のね、浄厳院の本堂で安土問答という宗論が行われたわけなんですね。問答って実際にはどういうことをしてたんでしょうかね。非常に難しく、当時のことですのではっきり分かりませんですけども、いわゆる、日蓮宗と、浄土宗のね、問答ですね、はっきり言って問答なんですけども、その時に、信長自身がね、非常に、いわゆる法華宗を気にいらないというか、よく思っていなかったわけです。つまり、信長にしてみればね、いわゆるいろいろと、難癖をつけられると、それに対して面白くないと、そういうね、信長という人はそのいわゆる、全てね、焼き討ちにしたりとかいう感じが強いんですけど、イメージが強いんですけども、比叡山にしろ、天台宗なんか焼き討ちにしたりとか、一山本願寺なんかも滅ぼしていますけども、とにかく僧侶がいわゆる権力を持つことを非常に嫌ったわけですね。と言いますのも、いわゆる僧兵を、持っているお寺、
特に延暦なんかは京都にね、都に押しかけて、いわゆる政治に口出しをすると、ああいうのは非常に嫌ったわけです。でそういう感じで、まあ、法華師も目の上のコブというか、そういう感じで思っていたわけですね。でこれがちょうどチャンスだと、この時こそ叩いてやるという気持ちがあったわけなんですね。それで問答が、そうそう。でその問答というのはすぐに決着がついたんですか？それはまあ決着はね、やっぱりあの判定にね、やっぱり信長がやっぱり選んでおりますので、まあ、あのある意味で、うまく勝つようにできてたわけなんですけど、まあ、いわゆる問答が行われて、いわゆる法華師のが詰まったんです。ちょっとね、ちょっとず、詰まって答えに戸惑ったというか、詰まった途端に、判定をさっと下したわけです。その、で勝負ありという感じで、下したわけです。でその時に、まあ、民衆がね、そこに本堂の周りもたくさんの人がこう集まっておりましたので、勝った勝ったという感じで、まあ、喜びさんで、まあ、本堂の中にも入り込んで、法華宗のね、僧侶の袈裟を剥ぎ取ったと、そういう方がいて、まあ、もちろんそこに付き添いの武士もいたわけなんですけどね、一気にその時に勝ったというところで、まあ、勝ち時が上がったわけですね。で、その時に残った、今残っているのは勝ち時念仏という形で、とにかくあらゆるものを鳴らした、鳴るものすべてを打ち鳴らした。もちろん太鼓とかこう鐘はあったんですけど、それこそ、茶碗からなんかそういうものあるものないもすべて鳴らして、いわゆる念仏を勝ち時念仏、歌念仏にというように、あの威勢よく、唱えたと。あ、もうその時すごく賑やかにわーって音が、そうなんですね、ちゃんちゃんちゃん、どんどんどんと、そういう感じでね、なったんだと思います。でそれが今残っているいわゆる、正式には会場念仏と申しますけども、いわゆる俗称勝ち時念仏ですね、勝ち時念仏と言われているんですけども、今も残っている、まあ、はい、それはね、今も残っておりまして、まあ、あの秋とね、春に法要があるんですけども、重夜法要と行基法要というのがございますけれども、その中で、まあ、演じるというか、まあ、僧侶とそれから、まあ、男信徒の方ですね、が一緒になって、まあ、太鼓、いわゆる鐘ですね、それを打ち鳴らしてという形 で、ちょっと節付きの念仏で、まあ、ちょっと、歌念仏ですね、そういう形で、南無阿弥陀仏を唱えるという形に、この本堂であの問答が行われたということで、おーすごい、中もすごく雰囲気があって、いろいろと見せていただいて今日はありがとうございます。いいえ、どうも。この本堂の前から見る景色も、門が2つあって、結構いい景色ですね。そうですね、まあ、あの前に正面に見えますが表門ですけどね、朱色の門、俗称赤門とも言いますけどね、文化財に、重要文化財になっております。で隣は勅使門という、まあ、あの勅使、つまり、かなりね、身分の高い人が直接入られたというところですね。じゃあもう普通の庶民は通れなかったものですか？そうですね。こちらの、ね、仏様見せていただいたんですが、阿弥陀如来様ですよね。そうですね。すごく立派な仏様ですね。はい、そうですね、まあ、平安時代の作と言われておりますので、ね、かなり古いものでございます。もちろんあの重要文化財になっております。あのその阿弥陀如来様の頭の上にあったとても綺麗な彫り物。そうですね、はい、あれ天外。そうですね、天外と申しますね、うん、まあ、ここの仏さんはね、天外と台座と、あ、先ほども申しましたかね、天外と台座と、そして光背と揃っておりますね。完全に揃ってますのは、まあ、全国でもここだけだと言われてますね。わー、すごいね、蘭丸くん。いや、本当にその蘭丸くんが信長に仕えていた頃からの、なんか心洗われる気分になりました。そしてここから見る景色もすごくいいよね。これも信長が見ていた景色なんですかね。おそらくそうでしょうね、まあ、ここにも、きっと立ってね、ずっと向こうの、ね、田んぼの方ですね、あの眺めて信長のことで何を、ね、考えていたかとかちょっと分かりませんけれどね、きっとこの場にも立っていたことだと思いますね。
信長見た景色を同じ景色が見られるんだね。すごい。いや本当に今日はいろいろと見せていただいてありがとうございました。いい本当に。いやこの信長戦国スタジオではまだまだラマル君と一緒にねいろんなところにリポートにしに行きますので、ぜひぜひ次回もお楽しみに。